ゴールの料理、全然スッキリしたと思いますよ。自然なものですね。そうです。キンマっていうのは、キンマとまあ、あのマンゴシンの、いわゆる消毒能力っていうのはすごいんです。で、あのアバイではマンゴスチンの、赤チン、日本は赤チンですよね。向こうはマンゴスチンのもう真っ黒なエキスの赤チンなんです。それがあの売ってますんで、それも傷口に効くんです。でも日本はマンゴスチンはいわゆるそういうその、殺菌消毒の認定は出てないんです。日本だけですよ。ヨーロッパ、アメリカは出てないマンゴスチンの効果が認められてます。がない、あんまり売ってないから。ないのもそうなんですけど、ね、基本的にはハーブ の、 その製薬としての基準は一切日本では基準が認可ならないので、まあ、じゃあそのマンゴスチンの、歯磨き粉を使うと、はい、とりあえず歯の症状はほとんどが治る、なる、なる。でひどい時はだからそうやって5分10分捨てないで置いといてください。かなりあのいわゆるヒリヒリしますよ、はい。でもそれは全然問題、問題ないこれですから。であのじゃあ分かりました、はい、とりあえずは僕はあのその今度タイプの時にはそれをじゃあ10本ほど買ってまず1本ずつ渡しますので。でもそれはもし、ワイワイタイランドで宣伝するんでしたら日本代理店が扱ってるということで。わかりました。でうちがもう一つ困るのは、あ、そうですよ、あのそうですね